そうだわ。そろそろ例の特殊任務の新人さん、誰にするか決めないと。どんな子がいいかしら。これがこの星の最後の流れになりますね。これが、この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。花火が上がりますよ。なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行。サイヤ人ってみんなこうなのかしら。まったく、ああなんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握、引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですか、いきなり。例の東京用肉、お前にしまったぞーい。あんたも戻ってこーい。
ちゃんなら君の合格を聞いてすぐにどこに行った。せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んで。貴様、な、何をする。今だ、ピッコロ、やれ。魔漢光殺法。ご苦労じゃったな。悪くない動きだったぞい。登場以外はあのままだったら孫悟空もピッコロも、こういう風に歴史に異常が発生したときは、今回はうまくいったが、この先の歴史にはもっともっと修行して、ま、この宇宙で一番偉いか。わしの言うことは素直。はいはい、話あのなあ、時の海王千歳ちょっとしか離れとら。何言ってるのよ。誰がどこか、こんなにプリティな私と一緒にするなんて。くぅ、何がプリティじゃ。まったく口と、わしらの話はこれくらいにして。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わ。私が案内してあげるわ。こっちよ。あ、こら、また勝手に話。Thank you.
新たな歴史改変の反応があったのがその巻物じゃ。ナッパとベジータ、二人のサイヤ人が地球に来た時の歴史よ。今度はサイヤ人が二人、大変じゃの地球も。ラディッツの時といい、最近歴史改変が続くの、気をつけるんじゃぞ。今回はこんなところか。追ってください。聞いた、何だったんだあいつは。いや、のんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちのとこに行かねえと。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな、助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめも来てくれっか。クリリンもご飯も離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。わかった、ご飯、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。ご飯、俺たちも行くぞ。はい。よし。ちくしょう。俺の尻尾。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え、この次はオラが一人で倒してみせる。
ありがとな。おかえり。ああ、ご苦労じゃったな。おかえりなさい。あなたたちもお帰り。はい、ただいま戻りました。すみません、取り逃がしてしまいました。仕方ないわよ、そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ。ほら、お前はその前に自己紹介せんか。あ、はい、はじめまして、俺はトランクス、俺はタイムパトロールの責任者、この人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は、最近また急に歴史の改変が起きるようになって手が足りなくなってしまったので、老海恩神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてました。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。お前なんかまだまだじゃからな。そんなことないわよね、頑張ってくれてるもの。甘やかすな。でだ、歴史の修正はなんとかなったが、ずいぶんおかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は間違いありません。今俺の追っているやつらが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいるやつらとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、さまざまな歴史からエネルギーを奪い取る悪の科学者トワと、彼女が作り出した人造人間。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが、貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺はキス、あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。つけ上がるな。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その新聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつ。それじゃあ、あとは頼んだわよ。どうだかな。あんなやつさっさと洗脳してしまえばいいだろう。
いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても。あ、それに、ちゃんと手も打ってあるわ。ドドリアさん、ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あのお前さんが助けてやるしかないな。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになる。そこまでだ。命拾いしたな。サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとるやつら。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人。スラックも数々の星を支配下に収めていた。まず二人とも他の歴史で悟空君に倒され、トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめ、何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃわしの話を聞いた。何よもう、私だって忙しいの。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だから。ほう、そうじゃった。時々は時間の流れを司る神聖な鳥。簡単に言っちゃうと、時々の卵にはあの子を守り育てて健康な卵を産ませる。ほほほ、生きとる間に。あら、そういうことで私。あ、じゃからあやつらの体。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかな。いや、まあそうかもしれんが、お前さんも大変じゃな。みんな集まったわね。今日もコントントに異変がないかパトロールするわよ。そうですね、最近いろいろと事件が起こっ、しっかりとパトロールしましょう。さーて、パトロール2周。うわー、え、なになに、この爆発音と。あっちの方から聞こえました。行ってみましょう。行って、
お尻を打っちまった。くそ、あのタイムマシン空中でコッパみじんになりやがっ、まったく死ぬかと思ったぜ。ああ、コントントに不時着しちまった。ウーロンさん、さっきの音の原因はあんたなの？は？なんだ？事情を聞けばあんた、コントントの空中でタイムマシンをコッパみ、どういう運転してたのよ！なんだこのおか、仕方ないだろう。タイム、まあまあ、時の海王神様、落ち、はあ、な、トランクス、コントントには可愛い女の子がいっぱい、決めた、しばらくここにいるぜ。なんですって？元の場所に返すこともできる。また何かしらの方法でコントントに来そうです。いっそしばらくコントントに滞在してもらう。仕方ないわね。ちょっとウーロン、忠告よ。このコントントで女の子を追いかけ回したり変なことをしないでよね。問題を起こした時は覚悟しておきなさい。わかったよ。この子は、はあ、なんだかこれから賑やかになる。義乳特戦隊の赤いマグマ、ジー。そしてこの俺は義乳特戦隊隊長、義乳様だ。何をやっとんじゃ、ベシータのやつは。違いますよ、それは父さんじゃなくて。ほうほう、それは本来の歴史だと義乳と入れ替わったのは。ええ、そうです。またトアとミラが何かしか、やつらのことは俺に任せて。バーター、シース、ヘレダ、ゲニュー、ヤッホッホッヘギニュー特戦隊。できたかな。もう終わりにしていいか。ビッグ M ウルトラファイティング。俺はあんたらの味方さ。いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。よっ、義乳特戦隊隊長、義乳様参上。
誰か知らんが、でかした。元に戻れたみてえだな。くそ！今度こそ！こりた！チェーンジ！もう行かねえぞ！これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは、一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は約…ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはず。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトワの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トワの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。さあ、お仕事よ。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるよ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそう。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用。あの二人が追っているうちはミラも早々あなたに手を。だが油断は禁物じゃぞ。なんといっても本当に恐ろしい相手じゃ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事。心配だって素直に言えばいい。うるさい。まあ頑張ってこい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさ。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？は？だから簡単な話よ。な、そんなことって。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから。ってわけだからよろしくね。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、新聖樹の実でパワーアップを繰り返せば、無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。
お前に。またお前か。しつこい。ここはどうだ。まずはこいつを片付けるか。俺たちの邪魔をしたことを。実験は成功したみたい。最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっ、さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。一匹もおらず、生かしては返さんぞ。やめろフリーザー。ゴハン許さんぞ。怒ったぞ。抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は
なんだ？あれは。そうか、海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。クーラ、仕留め損ねたか。追ってください。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれた。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくり。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも今回はゆっくり休むといい。次の任務の時まではな。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の17号と18号にみんな殺されてしまって、母さんがタイムマシンを作らなければ。歴史を変える機会を。はい。今さら言っても作ってしまった。まさかこの歴史にまで。トランクス。はい。あなたは。はい、では。you
ぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ俺の方が力は上のはず。なのにご飯さんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだ。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変え、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの、助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど。おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に修正できておらんかった。あの時現れた人造人間16号が倒し、あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのもとは、でしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってき、すまんが、頼む。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。おお、帰ったか。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい、あなたにも謝らなければいけませんね。それからありがとう。孫悟飯、やっぱり生きていたか。
今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじ。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃう。でもそうね、な、うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に、わしも見なかったことにする。ふざけるな！太陽拳！そんな、セルが17号と18号を吸収して。本当は違うんか。ええ、本来なら17号を吸収してから18。なんじゃい、結局吸収する。それはそうなんですけど、セルは精神と時の兵を使い、たった1日で強くなった。時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、こんなにすぐ完全体になってしまっては、セルゲームを開催しようとも思う。面倒じゃのう。お前さんちょっくら言ってす、あの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気に。そんな無茶苦茶な。っていうか、こんなに一気に変身しちゃったら、クリリン君が結婚できなくなっちゃ。そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事。あ、はい、この歴史のことはよく知ってますから。俺に。そうね、恋愛イベントには超疎いけど。そっちはいいじゃないですか。はいはい、じゃ、ま、とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めました。しかしこれでめでたしめでたしとは言って、あのあと結局セルは17号と18。ええ、でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気に。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は。それはあなたはひとまずゆっくり休んでください。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによって
セルゲームと。しかしこのゲームに本来参加し、ミラね、あいつは時の流れから外れた存在。お二人ともサポートをお願いしますね。あ、任せて。後輩にいいとこ見せなさいよ。はい。準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの、残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史にはパワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの、クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとか。まさかトランクスがあそこであんな規定を。いや、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さ。来たわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何。落ち着いて聞いてね。
なんと、ついにトキトキがたま…卵です…そう、トキトキの卵よ。と、と…めでたいことじゃ。あの、時の海王神様、急ぎ…そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生したの。なんだとは何よ。この宇宙、いえ、世界全体に…はあ…そうか、お前には話しとらんか。時々は時間を司る鳥でな、この卵に詰まっておる。この卵が孵化したとき、新しい宇宙の…へえ、そんなす…さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手…え、ちょっと待ってください。パーティーはまた…こ…もう新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど…そう…な…パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパ…そうですね、無事だといいんです。ふん、全く電話の一つでもかけて…ええ…これは歴史の…ご苦労様。かなりの量のキリが回収できてるわね。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができ…確かに、俺は以前よりもはるかにパワー…だがなぜだ、この湧き上がってくる不安…数字では測れない、得体の知れない力…この男もそうだ。捕まえるとき、計測した値よりもずっとあの改造によって、あの時よりも今のこいつは確実に…だが、あの時のような怖さは、今の子、あの力の正体を…ミラ、いい頃合いよ。いよい、あなたたちも暴れたい頃で…ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぞ。やっとな。うん、こいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているな。俺の命を捨てて貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすこと。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。
父さん、お前さんには辛い歴史じゃったかも。しかし感傷に浸っとる暇はないぞ。ちょっと、なんじゃい。デリカシーがないわね。こう、いえ大丈夫ですよ。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今この巻物を見てみ。今回の歴史改変は今まで以上に厄介。ただでさえ恐ろしい強さのあの魔人ブ。ミラたちにも気をつけてね。俺は別方面からミラの行方を追ってみます。あなたは魔人ブーをお願いします。ようやくくたばりやがったか。世話になったな。トランクスは休ませているわ。傷は治したけど、ずいぶん消耗しているみたいで目を覚まさないのよ。邪念場相手に頑張っとったからの。ま、命に別状。すまんが、次の歴史改変もお前まだ歴史が完全に修正されていない。次の魔人ブーは自制心を失ったアクス。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張るんじゃぞ。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと？奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴。ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言っても。喋ってる途中なんだけど。あの顔はバーダックだ。待てない。もう
我慢の限界だ。そろそろみんな破壊しちゃおっかな。まずいぞ。全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の海王神様、今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたらそのプリンを全部あげますよ。どうですか。ま、いいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり、プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか。腹減っちまって。ああ、いいぞ。お前も食べるか。いらん。興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか。足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです。私ですけど。マジや。腹が、ほら、動けんね。あらら、完全に切れちゃってますね。これはいけません。早く取り押さえないと。あなたにも手伝ってもらいますよ。落ち着かれたようですね、ビルス様。こっちもやっと腹の…すみません、ビルス様。やめろ、僕を殺す気か。君の料理はもうコリゴリだ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。よかった。地球もなんとか破壊…そっちの事情はよく知んねえけど、助かっ。お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしました。まさかビルス様が出てくるなんて、ほんと危機一髪だったわね。誰かさんのせいでの。何よ、私のプリンがなかったらもっと大変だったかも。しかし結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がして。そうね、奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は。さて向こうは次にどう出。この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかし。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をするつもりなんじゃ。そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうに、トアは大量のエネルギーで2つの世界の境界線を消し。そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか。宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ、想像もつかん。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけません。そう、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきていれば。まだ帰ってきとらんの。心配じゃな。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には復活したフリーザとの戦いの歴史が。フリーザですか。油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことがありますし。バカモン、あやつを甘く見るでな。
あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになる。あやつは生まれついての強者。今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えればどこまで強くなるのかわしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしているわ。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟し。それほどまでに強いんですか。そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。この星のドラゴンボールは二つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ。このクーラもな。おのれ。終わりだフリーザ。お前たちがね。こっちです。早く。ふう、間一髪でしたね。もう少しで地球の爆発に、ま、おや、地球がなくなってしまったんですか。フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいい。シュークリームはどこにあるんだ。くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくて、トワ。トワが時のスカラの通信を乗っ取ってヴィルス様たちを。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて。まんまとおびき出されましたね、ヴィルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトワとかいう女はどうだ。こんな残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるか。ウィス。はいはい、分かってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。ありがとな。ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ、ブルマの。まあまあ、誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだしさ。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。オラも。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。
仕返しなんとかなってよかったわい。よかないよ。トアのやつ現れなかったじゃないか。ああ、イライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください！やっとやっとトキトキが卵を産んだんです。ここで相変わらずとんでもないことを言うやつじゃん。そうですか、トキトキが卵を。それはおめでたいですね。ビルス様、さすがにトキトキの卵を壊すとなると、ストレス解消でしたら、またそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃあり。あ、もうそんなことでよろしければどうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら、私が付き合って。お、久しぶりに相手してくれるの？あなたもどうです？せっかくですから一緒に鍛えてあげ。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんです。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。お前も参加していけ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけ。ちょっとすっきりしたよ。満足されたようですね、ビルス様。落書きされてちょっとムカついてるけどね。まあまあ、帰りにお寿司を買ってあげますから。まあもういいや。トアを破壊するのは君たちに任せるよ。はい、任せてください。歴史を荒らす犯罪者はきっと俺たちの手で捕まえてみせます。じゃあ君も元気でね。ふん、何が元気でねえじゃ。ちょっと君、全部聞こえてるんだ。わしはなんも言っとらんぞい。では皆さん、それにしてもトワメ、俺たちの通信を乗っ取ることまでできるようになって。奴らもあの手この手で仕掛けてく。それだけ向こうも打つ手がなくなってきてるってことよ。ターレス、スラック、クーラ、ブロリー、ジャネンバ、ミラとの決戦も近いわ。この宇宙の歴史を守るため頑張りましょう。はい。私を名乗ってビルス様を怒らせた借りもた。あ、そっちの声の方が気合入っとるの。最近奴らの動きがないですね。平和なのはいいことじゃがの、なんかこうモヤモヤする。こっちから仕掛けてみると言いますと？あの仮面のサイヤ人のことを考えてたの。あいつの正体はバーダックさんでしたね。他の連中と違ってバーダックがミラたちに協力。それにあの様子、おそらく洗脳して操られている。洗脳か。そいつを解いてやれば味方になってもらうこともできるんじゃないか。そうですよ。もし洗脳時の記憶も残っていればミラたちの情報も手に入るはずです。でもどうやって会いに行くんじゃ。バーダックが連れ去られる瞬間を探ればトワとミラもいるはずだわ。そこを狙いましょう。
わかりました。今回の任務は調査がメインです。俺も同行できますよ。早速向かいましょう。やはりあの二人がバーダックさんをワームホールで連れ去っていたんですね。それにしてもここは一体地球。引きずり込まれる。一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられないわ。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力をなめるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん、私のミラが終わりだな、トーバ。あんなに強化してあげたのに、何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。どいつもこいつも。いいわ、こうなったらいっそ全部なかったことにしてあげるわ。これは結局手に入ったのはその仮面だけでしたね。おかえりなさい。途中で通信できなくなっちゃって心配したのよ。一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込みまして。それでどうだったんじゃ。え、
どうというのは？いや、じゃから確か俺のパートナーが。ん？この子がどうかしたの？いえ、俺のパートナーは。ちょっと、どうしたの？二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今さら仲間割れなんてやめ。うん、この4人でしっかりと歴史を守っていかねばならんか。これは一体。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を。はい。なんてこと。こんな変化が起きたらこの世界だって。ここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わったみたいなの。でも何が変わってしまったのか。どこが変わったんじゃ。喉のところまで。俺も誰かのことを忘れてしまっている気が。どうかしましたか。ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体、バーダックさん。いや、もう一人、これ、そうだ。俺はこの仮面をつけて、その人を連れ戻すために俺たちは戦った。俺と一緒に、さまざまな歴史をめぐ、一緒に戦い続けてくれた。俺の、この歴史だ。ダメだ、宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。うん、あんな人が来てくれるといいな。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。キー。どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。莫大な霧が眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単ね。おかえりミラ。もうこんなところに用はないよね。
を外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。あやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。やめんな、まだ早いよな。これで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れ。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺。ほほほ、これからも修行あるのみっちゅうところか。俺はまだまだ実力不足です。今回も。なに、心配するな。お前さんには仲間がおる。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのき。なんかうまそうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラよりたちが悪いわね。ははは、わりわり。あ、みんな、やっ、そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれ、みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。はてさて、次はどんな歴史が紡がれていくのやら。強い奴がたくさん出てくっていいな。のワクワクしてきた。じちゃん、先に言うなよ。
キュウイさん、おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。そう。残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。ちょっと待って、アルファウィッサー、ちょっと。どれどれ、どっちもいいんじゃない。どこの誰なの？僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、老いぼれ海洋神か。これはこれは、ビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか？いいだろう、そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。二人とも召し上がれ。どれどれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで、私が作ってもいいんだけど。チー、トキッキッチー。そうね。全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。こりゃ、ドラゴンボールを金弾みに使いおってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいつ、いつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの、戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな、やっぱそう来なくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。え、そんなんつまんねえじゃねえか。ほう、悟空さんたら。ハハ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